若者は美しい歯を表して微笑した。それから自分のシャツの胸の隠しから小さな初枝の写真を出して許嫁に示した。初枝はそっと自分の写真に手を触れて男に返した。少女の目には誇りが浮かんだ。自分の写真が真珠を守ったと考えたのである。しかしその時若者は眉をそびやかした。彼はあの冒険を切り抜けたのが自分の力であることを知っていた。1954年4月4日。ペルソナ三島由紀夫伝、猪瀬直樹から。翌28年3月、三島は詳細の取材のために三重県志摩半島伊勢湾港の上島へ向かった。小説の冒頭に宇多島は人口1400、周囲1里に満たない小島であると書かれているが、この宇多島のモデルが上島である。あずさはせがれ三島由紀夫で漁村のことを書きたいけれど、どこか適当なところがないか探してくださいと頼まれ、協力してやったと自慢している。確かに取材にあたっては元農林省水産局長の威力が物を言った。あずさは水産局の職員に三島が望む条件の広報地を探すよう指示した。農林省の部下たちはわざわざ長距離電話であちこちの現地にその地の模様を尋ねてくれたりして、かなりオーバーな調査の上、3、4日経ってやっとせがれが提示した極めて素朴な環境村であること、その他数項目の条件をできるだけ満たすものとして三重県の上島を選定してくれたのです。さてそれから本省から直接詳しい電話をかけてもらったりして、いよいよ本人が出かけましたが、東京からのお声がかりというので薬が効きすぎ、地元としては最大級の歓迎を受けたようです。追加取材のために昭和28年8月再び亀島を訪れた。帰路三島は意外な人物と再会する。大蔵省同期入省の長岡実はこの当時三重県庁の総務部庶務課長として執行していた。長岡は今亀島に来ている、明日そちら津市へ寄りたいとの突然の電話に驚いた。翌日同期入省の二人は久しぶりに酒を酌み交わした。ところで上島にどんな用事があったんだいと長岡が聞くと、三島はガハハと笑ってこう答えた。紀元前に書かれたダフニスとクロウエというギリシャの物語を翻案した小説を書いてみたい。ところが日本には適当な場所がなくてね、つまりパチンコ屋のないところを探したってことさ。詳細は若い純真な男女がいくつかの障害を乗り越え、純潔なままで結婚へと至る物語である。これまでの仮面の告白や金色のような正統作のテーマとはがらりと趣向が変わっている。この頃から人生上でも私は自分の反対物に自らを課してしまおうという盛んな欲望を抱くようになる。それは果たして自分の反対物であるのか、あるいはそれまで忘却されていた自分の本来的な反面であるに過ぎないのかよくわからないと18歳と34歳の肖像画で振り返るが、自分とは自信のない。火星同性愛者を指すからその反対物は何か明らかである。詳細が新潮社から刊行されたのは昭和29年6月だった。その直後三島は運命の女性と出会う。詳細は発売されると3ヶ月余りで70ずりに達した。純愛小説なので文壇は無視したが、三島は大衆に知られる作家、今ならタレント的な地位を得た。前年から新潮社で刊行し始めた三島由紀夫作品集全6巻が完結したところでもあった。29歳での作品集刊行は異例である。詳細には映画会社が殺到した。すでに純白の夜、昭和26年8月風切り、松竹が映画化され、その後、夏子の冒険、同28年1月風切り、松竹、日本製、同28年12月風切り、大英、
と次々三島作品が上映されたのである。正直と大演に遅れを取った東宝が詳細では一番乗りをする。ところが松竹大映も黙ってはいない。映画界は青春ものを欲していた。石坂洋次郎の青い山脈、同24年7月風切り東宝が大ヒットして以来、柳の下の土壌を狙って虎視眈々としていたところにベストセラー潮騒が現れたのだ。三者の争奪戦は熾烈だった。彼らは三島を拉致しかねない勢いで銀座のデパートで買い物をしていると聞きつけるや否や店内アナウンスで呼び出す始末。思いあぐねた三島は新潮社社長佐藤芳雄に代理人となってもらい、結局中村慎一郎にシナリオを書かせようと提案した東宝に落ち着く。東宝の出足は早く、10月の風切りを目指し撮影は詳細発行の1ヶ月後の7月中旬に開始された。三島がロケ風景を見学するために現地へ向かったのは8月8日の深夜で、執筆中の熱海の旅館から慌ただしく夜行列車に乗った。すでに東京発の同じ列車には新聞各社の記者がいて、三島の途中乗車を迎える段取りだった。だが3日後にはもう東京へ前戻っていた。ひいきにしていた中村歌右衛門のために歌舞伎の新作イワシ売り恋の引き網を書くつもりだった。すでに昭和24年に中村芝観論で、芝観の美は一種の危機感にあるとして、金閣寺の雪姫が後ろ手に縛られたまま深く身をそらす、ほとんどその身が折れはしないかと思われるまで戦慄的な緩やかさでますます深く身をそらす、その胸へ桜が洋乱と散りかかると絶賛した。美貌の立尾山は2年後、34歳で六世歌右衛門を襲名とした。